はい、こんにちは。株式会社スピーチジャパンの三橋大輔です。いや、本当に寒くなってきましてですね、もうね、コートがもう必要な、そんな時期になってまいりましたけれども、あなたは大丈夫でしょうか？僕は実はこの後というか、まあ今日この後ですね、夕方にかけて、セミナー講師 100% デビュー講座の最後の説明会に、まあこれから行くところなんですけれどもね、まあまたどんな出会いがあるのかなというので楽しみにしております。で、その講師養成講座とか、あとはまあプレゼンテーションセミナーとか、まあ最近私の個別コンサルをしている方もそうなんですけれども、結構多い悩みが、自分のね、強みがわからないとか、まあ自分が今後どんなビジネスをやっていいかわからないとか、まあどういうコンテンツをね、セミナーにしたらいいかわからないとか、そもそも何を話したらいいかわからないという、そのネタをね、決め方とか自分の強みの探し方みたいな質問をすごく多くもらうことが多いので、まあちょっとそれについてのお話をしたいと思うんですね。で、自分の強みとは何かっていう話があって、やっぱりこれって二つのやっぱり観点があると思うんですよね。単純に、まず、自分ができることとか、自分がやりたいこととかね。で、自分の中から、その、やることとか、話すことが、まあ、発露してくるっていうんですかね。難しい言葉で言えば。まあ、自然に出てくる。何か言いたいというね、何か思い、熱い思いとか、まあ、自分が過去こういうことやってた何かのプロなので、こういう話ができるっていう、自分の中から出てくるところが、そもそも一つあると思うんですね。で、もう一つは、この観点っていうのを結構意外と忘れがちなんですけれども、外部があなたに求めていることっていうことですね。他者が、あなたに話してほしいこと。他者があなたにコンサルティングしてほしいこととか、他者があなたに何かアドバイスを欲しいこととは一体何なのかという観点なんですね。これっていうのは実は、もしあなたが言いたいこととかやれることとは違う可能性も結構あるわけですよ。他者があなたに話してほしいことと、自分が話したいことは、実は一致しないこともある。もちろんそれが一致すればすごく最高なんだけれども、その観点っていうのを持ち込むっていうのがすごく大事なことなんですね。これは、もうどういうことかっていうと、まあ、セミナーをやるにしろ、物を売るにしろ、コンサルティングをするにしろ、当たり前ですけれども、誰かにお金をもらわなきゃいけないわけですよね。まあ、それをまさに代金というわけです。代金。代金っていうのは、この言葉も非常に面白い言葉で、〇〇代。とね、代わりのお金って書くわけですよね。代金の代っていうのは。〇〇代。例えば、ラーメン代とか、洋服代とか、美容室代とか、なんですかね、コンサル代とか。まあ、何でもいいんですけど、何かの代わりに、まあ、5000円とか、100万円とか、払うわけですよね。ということは、何かの代わり、あなたが、その、誰かにね、提供できる価値っていうのは、相手が決めるんですよね。相手が求めてるものをきっちりそれに提供すると、ありがとうございましたって言ってお金をもらえるわけですよね。なので、もちろん自分が話したいこととか、自分の強みとか、自分のね、過去の実績っていうところからも自分の話っていうのは出てくるんだけれども、もう一点もっと大事なことは、それがそもそも他者が、第三者が、世の中が求めてることなのかっていうところの整合性を取っていかないと、ただのなんかね、誰も聞いてくれないけど自分が言いたいことみたいな。僕はよく極端に言うと、爪楊枝屋さんの話をするんですよ。爪楊枝。まあ皆さんも使ってるとは思うんですけど、じゃあ渋谷の駅前に、僕は爪楊枝が大好きで、爪楊枝のあのフォルムは最高で、爪楊枝っていうのはもうなくてはならないものだ。なので僕は爪楊枝専門店を渋谷の駅前にオープンする。って言ったら、まあ皆さんもね、想像通り潰れるわけですよ。求めてない。というか、まあ、それはやっぱり費用対効果が合わないとか、まあ、そんなにめちゃくちゃ売れるもんじゃないっていうね。そう、店舗ビジネスとしてやるべきじゃない。まあ、求められてないわけですよ。ということになるんで、やっぱり世の中の、まあ、かっこよく言えばニーズ。求めてることと、あなたが話したいことがそもそも合わないと、それっていうのはビジネスにならないってことですよね。それはセミナーの話す内容も一緒です。で、私がまさにこうやって動画で話してるようなことも一緒なんですよ。誰も見る人がいないとか、これを聞きたい人がそもそもいなかったら、いくら自分が話してても、自分がいくら熱い思いを話してても、その聞くニーズがなかったら、まあこのね、動画をそもそもやってる意味がないので、まあこれもある程度ね、僕はいろんな、どういうふうにネタを考えてるかっていうと、いろんな人に聞かれてること、どうやってね、そうやって例えば話す内容とかセミナーの内容って作り上げてるんですかって言った時に、やっぱそういうふうに聞いた結果を、まあもちろん当たりをつけて、テストも含めてですけれども、このように動画で無料でね、お届けしているということなんですよね。なんで、いわゆる強みっていうのは、実は他者が探すんだと。他者に言われて、
それを評価を、まあ、他社が決めて値段を払ってたりする、値段をつけてたりするので、もちろん自分がやりたいことというのも大事なんですけれども、それ以上にそれがそもそも他社に求められてるのかっていうのを直接僕聞いてもいいと思います。俺にもし何か聞きたいことあったら何っていう。やっぱり僕には例えば滑舌が悪いんですとかね、人前で話すときに緊張しちゃうんですって話をよく他社から聞かれるわけですよ。僕が話したい話じゃなくって、やっぱ僕はアナウンサーっていう経歴があるから、そうやって質問されるんで、だから僕は話してるということなんです。絶対あなたにもいろんな人から質問されることとかいうことがあるんで、それが話してほしいことなんですよね。なのでそのあたりの整合性をやっぱりいろんな他社とね、いろんな人と関わってその評価をもらうというのが実はまあ話し方を向上させる一つのコツなので、ぜひねそのあたりも意識して他社とね話をしてみてください。今日の動画は以上です。